はいえー、今回はですね Ubuntu の, Ub のセキュリティアップデートについて動画を作ってみたいと思いますで、まあ、早速、まあ、この「ダッシュホーム」というところをクリックしてそして、えー、ソフトウェアと入力するんですよねソフトウェアと出てきましたね ソフトウェアというのを入力すると、ソ Ubuntu ソフトウェアセンターというのと、シナプティックパッケージマネージャーというの、この2つがあの出てきますね。で、これ、どちらからでもセキュリティアップデートの設定ができるんです。で、最初はどちらにしましょうか。あこっちが最初ですから、まあ、 シナプティック、自分はシ,ブシナプティックをもうほとんど使っているんですけれども、ソフトウェアセンターっていうのも、あのできますからあん、これから、これでもあのセキュリティのあの設定はできますので、でまあ、ほとんどの人はこれでしょうかね、ソフトウェアセンターからやるんでしょうかね、まあ,あのやってみましょう、でこれをクリックします。 えとクリックしましたら、うん、ちょっと小さいから大きくしてみますか。で、まあ、こんな感じかな。で、それでですね、えー、っとこのソフトウェアセンターというのは、まあ、いろんなあのソフトをインストールするためにあるんですけれども、それでメニューのところから、えー、ソフトウェアソース。ソフトウェアソースというのは、 その持ってくるところのソースですよねで。まあそこのところを、これをクリックします。で、そうしますとソフトウェアソースというのが出てきます。で、ソフトウェアソースのその他のソフトウェアっていうのじゃなくて、アップデートっていうところなんです。このその他のソフトウェア、こういうふうな、あ,のあれですよね。 で、まあ、アップデートっていうところにある、ここで重要なセキュリティアップデート、これ、チェック入ってるかどうかです。チェック入って、あ、ちょっと待ってください、今ちょっと、あのこれ、あのこれ今、こうやったらこんなんが出てきましたよね。これは要するに、あの変更するんだったら、あのパスワードが必要だっていう意味ですよね。で、もし、これが、えー、っと、 チェックが入っていなかったらチェックするわけです。そしたらまたこの、あやってみますよね。まあやってみましょう。でまあこれ、えー、っとまあ、あ,のあれして、まあ、こういうふうな状態だった場合に、これはやっぱりこうチェック入れないといけないですよで。チェック入れるわけですよね。そういうことになる。で、あの今、あ,のあれは出てこなかったのは、最初にあ,のあれをしたからですよね。 あのパスワード、要求が来なかったのは、パスワードを先にあの入れてるからですね。で、うんと、それからセッアップデートのー自動確認って毎日した方がいいですよね。ある時にすぐに表示すると、セキュリティアップデートがあるときすぐに表示。まあ、こういうふうな状態であると、あのー、これでいいわけですよね。これでもう終わりです。 もうあとはもうセキュリティのアップデートがこの辺に出てきますから、このランチャーのところにパッと出てきますからね。それでアップデートすれば、もうセキュリティはもうこれであの大丈夫ですから。で、まあこれで閉じて。まあこれは、ソフトウェアセンターでのやり方は、まあお分かりになったと思うんですけれども、それでまあ閉じますよね。で、次にですね、 次に、今このソフトウェアセンターをやりましたね。で、次、シナプティックパッケージマネージャー。これもね、同じなんですよ。これ、シナプティックパッケージマネージャーの場合は、最初になんか、あれがあったと思うんですよね。こう。最初にクリックすると、最初に、あの、あれが来るわけですよ。何ですか、パスワードの要求があるわけですね。そうして、まあ、こういう風な状態になりました。なったら、 えー、設定というメニュー、このパッケージマネージャーの場合は、この上には出てこないんですね。ここのところに、まあ、あの従来からのメニューのやり方ですよね。この Unity とかっていうのの,あ,のあれじゃなくてね。で、えーっと、設定は、設定のメニューのところ、ここですよね。ここをクリックします。 そうすると、リポジトリ、設定のところじゃないですよ。リポジトリっていうところね。これも要するにソースですよね。そのリポジトリっていうところをクリックします。そうすると、さっきと同じようなソフトウェアソースっていうのが出てきますから、同じですよ、もうこれはね。 この後は同じ。だから、このソフトウェアソースっていうのは、そのソフトウェアセンターのんと、このパッケージマネージャーでも同じソフトが立ち上がるっていうことじゃないかなと、まあ私は思ってます。本当か嘘か分かりませんけれどそれで、他のソフトウェアじゃなくて、アップデートですよね。で、重要なセキュリティ、これはもう今さっきやりましたからお分かりですよね。ね。 アップデートは毎日これはね同じ,同じあのソフトウェアソースですから同じような設定になってるはずですよね。すぐに表示。アップデートの自動確認毎日。ね。セキュリティアップデートのあるときすぐに表示。そういうことでこれで、まあ、あの大丈夫。セキュリティのアップデートは大丈夫だということになります。 まあ、そういうことで今回はセキュリティアップデートの設定について動画を撮ってみました。ありがとうございました。